はい、い小一郎でございます、えー。本日はヤフオクについていろいろと語っていたんでございますけれども,続いてもついでなんでね、えー、ヤフーのアダルト本アダルト本、写真集その他、えー、ビニ本に関する考察をしていこうと思うんでございますけれども、えー、私もね去年おととし2年間 まあビニボンで稼いでいたんでございますけれども、月の収益はだいたい4、50万でございましてね、まあ、もちろん、あの、入荷するんで、それよりも、あの、お金は取られちゃうんですけれども、えー、まあまあ、結構いい儲け話になるんですね。うん。で、今ちょっと調べてみましたら、あの、一番高額な履歴を調べてみましたところ、 即決昭和レトロ写真集ビニボン80冊まとめ送料サービスっていうのがございましてねそれが25万円即決価格で落とされたらしいんですけども、えー、こうパッと見てみますと東京のバスガールとかね入ってるんですよねこれだけでも23万円の価値はあると思うんですかね。うん あと渡瀬美久なんかもありますねこれ多分裏本が多いのかもな売れないですよねこれ買ってもね、うん、東京のバスガールってミ三浦ルネちゃんの写真集なんですけどもねこれなんか一冊売るところに持ってっちゃ20万ぐらいで買ってくれるのかもしれませんけどもねマニアいますからね、うん、お金に余裕があれば私が欲しいとこだったんですけどもね、うん ほ他はどんなのがあったのかわからないですけどもね、まあ、とりあえずこれが一番目を引きましたね。あと、直結昭和レトロ、あ、同じところかな、同じ人が出してるんだな、これな。うん、ビニボン90冊まとめ送料無料。これは、えー、そうですね、誰だろうな、わかんないな、ちょっと、顔見ても、顔がぼんやりしてますね、これ、裏本なんでしょうね、きっとね。う 全部ぼやかしてて写写真顔が写し写されてますね岡田めぐみじゃないなこれはなこれ誰だか分かんないな一人暮らし一人暮らし」暮らしっていう裏,裏本でしょうねきっとね、うん、あと下の方行くともうちょっと大きいムック型の方も入ってますけれどもこれで25万円で即決で買われていったらしいんですけどもね、えー、私の経験談といたしましては えまあちょっとジャブ軽いところからいきますとえそうですねえどんなのがあったかなー山崎ひとみでねえ例えば2万5,000とか3万円とかねえでちょっとお強めでいきますと小川恵子ちゃんの小川恵子ちゃんの あの「ビリー」という雑誌があったんですね「ビリー」「スーパー変態マガジンビリー」っていうそれの裏の端末の方に小川恵子の写真が23ページあのの掲載されてたんですよ、うん、でそれを、まあ、1980円で出しましてねまあ3000円4000円いきゃいいなと思いました、うん、ところが次の朝起きてみたら9800円って書いてあるんですねであれ すごいな9800円もいたのかと思ったらゼロがもう1個多いんですよ。うん、10万9万8000円,、ねうん、円ででそれから競り負けた人がメールを送ってきましてねあの写真集は何でタイトルだったんですかって聞くんですよ。 でなんてタイトルだったっつってもね、変態スーパー変態部雑誌、ウィリーとも言えないんでね、いや、忘れちゃいましたっつったらね、他にもいい本ありますかって言うんでね、こういうのもありますよ、こういうのもありますよっつったらね、そしたらその人が5万円分ぐらい買ってってくれましてね、えー、全部で15万円儲けちゃったんでございますけれどもね、うんで、さらに驚いたことが、トレーシーローズですね、トレーシーローズ。これ、3000円でムクボー買ったんですよ、写真ムクボの写真集を。えー そうしたら、それが次の日が起きてみたら、十八万六千円まで跳ね上がってましてね。十八万六千円。すごいですよ。十六万八千円じゃないですからね。十八万六千円ですからね。うん、あのヤフオクっていうと、坂泉さんのね、ザードの写真集がね。十万円で売れたとかね。あのジュリーの写真集が六万円だったとかね。そういうの聞きますけどもね。それをはるかにしのぐ価格でございますんでね。十八万六千円。うん。 それ以降はないですけどもね昔絵を売った時結構儲け儲かったことありましたね21万で買った絵だったんですけどもね、えー、高田明義っていう先生の絵で「ほう」っていう大タイトルだったんですけどもね、えー、それ21万で買いましてでその後新大久保のペット化物件家賃10万円でもう生活費に困っちゃってしょうがなくてあの出品したんですよ写真撮って。 そそししたたらそれが、えー、30何万円までいきまできね、えー、もう21万で買ったのは買ったものとしてもう処理しちゃってるんでだからもう新たに新規にね30何万入ったのと同じだったんですよ。もうあの時は助かりましたね本当にね。うん。ヤフオクは何が起こるか分からないんでねそこが怖いところなんですけれどもとにかくアダルトカテゴリーでもうずっと飯を食ってたんでねもう。 やっぱり硬いところなんだろうなこういう商売がなう,ーん,うーんまあずっとこの十何年間オークションで暮らしてたんでねもうオークション付けになっちゃってるんですよでオークションやるのももういい加減やめたいなとか思ってね ID をいくつも持ってなきゃいけないとかねなんか ID これ凍結されちゃったらどうしようとかねうんまああの Google アカウントだってそうだと思うんですけども このちゃんチャンネルが凍結されちゃったらどうしようとか思うともう寝てもいられないでしょそういう人結構いると思うんですよ、うん、だからまあ今,月今年からは株で頑張ろうと思ったんだけどもう信用取引の枠がなくなっちゃってポジションが立てなくなっちゃってねうん、うん、買いだけじゃどうにも怖いしねどうしようかなと思ってるんですけどねもうここは一発懸命に 稼いでいくしかないんでしょうね、えー、これが私の正月の雑感でございました、えー、どうもありがとうございました、えー、トレーシーローズはすごいです、えー、それでは佐々木小一郎でございましたチャンネル登録をお願いいたします